来週は前半と後半でお天気が変わりそうです。まず日曜日から来週前半ですが、西日本から東日本を中心に日差しが届きそうです。また強い日差しが届くため、東日本では気温が35度以上の猛暑日となるところも多くなりそうです。その後は水曜日以降、雲が広がりやすくなります。湿った空気が南から流れ込み、西日本の太平洋側を中心に雨の降るところが多くなります。また北日本ですが、この週末はすっきりしません。また週明け以降も雲が多めとなり、次の週末にも傘の出番となりそうです。雲が多いところでも気温は高めです。引き続き熱中症に気をつけてお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。